アスナは1992年に GM が小型乗用車をカナダ市場で販売するために新たに作った自動車ブランドである。小型車市場において競争力を高めるために企画された流通販売網であるジオと同一コンセプトのブランドで販売店側の要望から作られた。GM カナダの小型車販売網としてアスナ以前は個別のモデルごとに 様々なブランドで販売されていた。当時カナダで販売されていた GM 系列の小型車として、イスズモデルはサターン、サーブ、イスズ販売網に、スズキモデルはシボレー系販売網に組み入れられていた。しかし、ポンティアック、ビュイック、GMC 販売網では、これらに相当するモデルの販売が盛んではなかった。唯一、ポンティアック、ビュイック、 GMC 販売網にはパスポートブランドがあった。これは1988年に設立されグループ内企業であるダイブ自動車が韓国でダイブルマンとして販売していた車両をパスポートオプティマとしてカナダで販売するためのものであった。ベースとなったルマンは同じ GM グループ内で生産されたオペルカデット E のバジエンジニアリングモデルであった。 1991年に GM カナダは販売猛剤編のため方針転換して単独モデルのみを販売していたパスポートブランドを終了した。その際オプティマはポンティアックルマンとなりポンティアック系列に組み入れられた。米国でジオブランドとして展開されていたモデルはカナダでは1989年モデルイヤーからシボレーブランドで販売されていた。 1992年モデルイヤーからは、ジオブランドで販売が開始され、シボレー、オールズモビル、キャディラック販売網で売られた。これは、当時の小型車人気のため比較的好調であった。しかし、系列の違う、ポンティアック、ビュイック、GMC 販売網はその恩恵に預かることは、できなかった。ポンティアック、ビュイック、GMC 販売網が、 同様のモデルの販売を望んだために作られたのが、アスナだった。販売網の直接の土壌となったのは、パスポートブランドであった。モデルは、鈴木との共同企業であるキャミ、イスズ、ダイウから供給され、ジオ同様に輸入車を自国生産者とする形をとった。この手法を採用することで関税が、完成輸入車よりも安価となった。なお、 この頃は安価で品質の良い輸入車に対抗すべく GM 内でブランドが乱立された時期であり類似した理由により同時期にサターンも立ち上がっているしかし販売実績がジオほど振るわず事前にサンファイアの販売が終了してラインナップが縮小したこともあり1995年でアスナは終了した SE GT はモデルだったこともありそのまま GM カナダのラインナップから消えた。唯一サンランナーのミポンティアック、GMC 名義で販売が継続された。ありがとうございます。